岩屋防衛大臣が就任後初めて沖縄県を訪れ、玉城知事と会談しました。名護市辺野古への新基地建設に理解を求めましたが、両者の意見は終始平行線でした。普天間飛行場の5年以内運用停止を含む危険性の除去は喫緊の課題であり、これは辺野古移設とは関わりなく実現されるべきものであると思います。辺野古への移設が実現すればですね、今度は飛行経路が海上になりますので、安全性も向上すると思っておりますし、騒音も大幅に軽減されるというふうに考えております。岩屋大臣は原点は普天間基地の危険性の除去だと強調し、理解を求めました。これに対し玉城知事は、新たな負担を押し付けるような計画は認められないと、新基地建設を認めない考えを改めて伝えました。